まあ興味をそそられるどうしても惹かれてしまうような存在かもしれないですね、うん、よろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございます改めまして特別展読オフィシャルサポーターの伊沢拓司さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします 今いろいろとお話を伺いたいんですけれども、はい、あの伊沢さんというともうクイズ王ということでやっぱりもう博学ですけれどもいえいえ普段からこういう博物館だったり展示会展覧会というのは行かかれますすそうですね、まあ、本当にあの日本各地仕事で行くこともあるのでそういう機会でも伺いますしそれこそ国立科学博物館は子どもの頃から毎年のようにお邪魔していましたので。 いろいろな先生方がここに並んだ後に「博学」って言って出てくるのはめちゃくちゃプレッシャーがかかりますね申し訳ないぐらいですけど、まあ、そういうところでこうやってあのスペシャルサポーターとしてやらせていただけるというのはもう子どもの頃の自分に自慢したいような素晴らしい。 えー、オファーをいただいたただなと思っております会場内で伊沢さん率いる東大初の知識集団クイズノックが出題する毒クイズを解きながら、はい、毒の知識を深めることができるということですけれどもどんんなな内容になってるでですすか、はい、そうですね基本的には展示を見ながら解けるということになっているのでやっぱり子どもさんとかが見ると文字が多いなということになったりもするとは思うんですけどクイズの答えを探してみようって目線で見てみるといろんなことに興味が湧くような気がしています。例えばやっぱり 動物とかは、ね、より子供に好かれてるかもしれないですけど植物ってなるとちょっと興味が湧かない子とかもいるかもしれないそういう時にクイズの視点が一個加わると実は面白いんだなってことにクイズがきっかけで気づけたりってこともあるのでぜひこう興味の補助として使っていただいてよりこの独点の面白さをですねクイズを通して見ていただけると嬉しいのかなと思ってます、まあ、やっぱり子どもの頃からそういった図鑑とかで見て怖いなとどうなっちゃうんだろうという怖さと。 あとはやっぱり怖いんだけれどもちょっと刺激的で魅力的でというかどうしても興味をそそられてしまう危ないんだけど知りたくなってしまうような要素もあったりということでまあ興味をそそられるどうしても惹かれてしまうような存在かもしれないですね、うん、であの何かにはまってしまうことをまる中毒ってよく言うじゃないですか。うんいますね そこで最近伊沢さんがはまっている「まる中毒」なこともの何かありますでしょうか <laughs> そうですはまってるとかを超えてずっとだと思うんですけどわときょ興味中毒というかありとあらゆるものに興味が湧いてしまっていろんなものに引っ張られちゃうんで結局こう調べ物がずっと終わらなかったりとかしてあの中途半端になってしまったりとか。 ありとあらゆるものを知ろうとして結果、全部うまくいかないみたいなことはよくあったのでそういうのはもうずっと、来のものもですか、ね、でもはまってるとかで言うともうベタな感じになっちゃいますけど今やっぱワールドカップも前なので、はい、あのサッカー中毒にはなってますかねもともと趣味としては好きだったので、まあ、週34試合はフルで見てるから。 それで結果的にはすごい体調も悪くなってるんで夜中とかに見てますからちゃんと毒ですね、ね、これは、ね、サッカーは。<laughs> サッカーがな毒になってます、ね、じゃあ,あの、はい、サッカーのいろん,んな知識とかも収集するのもそうですそうです結局だから起きたらまた試合について調べたりとかインタビュー読んだりとか次の試合のプレビュー見たりとかになっちゃうんでサッカーにはすごい時間を取られてますね。それで お仕事までして、生活が成り立つんですかあでもやっぱお医者さんにサッカーはあんま見るなって言われましたよ <laughs> 体調によくないからそれぐらいやっぱ今は、まあ、でもワールドカップ期間はちょっと許してほしいですねそうですよねそそこだけは。はい、そうです、ね、でもまあ今はそういう感じで過ごしてますね。まさにサッカー中毒とい、はい。